吉田さん、痛いですか？いろいろ体のメンテナンス必要になってきますよね。まあ車でも人間でも手入れをしながらねやっていけば、いいんじゃないかなと思いますけども、特にね人間の命っていうのは大切にすると一生使えますからね。まあここ膨らんでるのよくわかりますよ。私の肩が膨らんでるのはよくわかんないと思いますけども、ただ腕がね若干動くようになってきましたけども、俊敏性がちょっとないですね。まだねシャドーボクシングはまだまだ向かないです、肩痛い、五十肩、湿布をたくさんもらいました、これからもね健康に気をつけて楽しんでいきましょう。親知らずが痛いといつも気になって心ここにあらずになっちゃいますし、さすがにこうやって膨らんだ状態ではね商品も作りにくいと思いますんで、講義動画が膨らんだもので、なっちゃいますからね。いってらっしゃい。